こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近買ってよかったもの、7月編ということで、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。えー、僕の動画の中では、本当にね、いろんな新しいアイテムが出てくるかなと思うんですが、まあその中でやっぱり多いのは、ユニクロだとか、GU、グローバルワーク、グリーンレーベルとか、そのあたりが多いかなと思うんですね。 まあ確かにそのあたりも好きで買うんですけども、まあ、僕個人が趣味的に買ってるものっていうのはまたちょっと違った世界観のものも多かったりするんですね、まあ、そういったものも月に一度ぐらいのペースで皆さんにですね思い切ってご紹介したいなというシリーズになっているわけなんですがまあ7月いろんなものを買ったわけなんですけどもまあなんか新作みたいなものはですねちょっとこう落ち着いてる季節なんですねもうまさにセールの季節でそんなにこう春夏の新作がガンガン出てくる るわけではないんですがまあ、その中でもですねピンポイントでこれ結構いいなと思ったものがいくつかあったので今回は5点ですねここに絞って皆さんにですねシェアをしてみたいなと思ってますおそらくですねまだ実際の店舗オンラインで買えるものも多いかなと思いますのでぜひですねまあ、下の概要欄にリンクも貼っておきますのでそちらでチェックいただくかもしくはお店でチェックをしていただければなという風うに思っていますこちらのチャンネルでは大人のダンに向けてメンズファッションの基本ですね なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速ですね、僕が7月に買ったものをどんどん皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、ちなみに今日の僕の着こなしなんですけども、いつもね、ジャケットを着てることが多いと思うんですね。この7月のね、めちゃくちゃ暑い中、一応冷房つけてますが、それでもジャケット着るのは暑いので、今回はですね、T シャツでやってきたわけなんですが、 ま、実際にですね、この今着ている T シャツというのが、まあ、7月に買ったものなんですね。まあ、せっかくなんで立ってみましょうか。はい、こんな感じの T シャツを買いました。えっと、ビューティーユースで購入しました。これはですね、別注の トランジット、ハバナ T シャツというものなんですね。まあ、ベースは白の、まあ、無地の T シャツですね。まあ、サイズ感としてはちょっと腕が長めの感じになってまして、身幅もゆったりです。一番ちっちゃいので M サイズなんですかね。M、L、XL の3サイズ展開で、まあ、僕の場合は身長164センチ、53キロなので、まあ、適正としては S なんですが、まあ、このような M でも全く問題ないと。え、ほどよくゆったりした感じで、ベースの T シャツのデザイン もすごくですねこう、トレンド感があるような形になっていますね。そこに対してえ、プリントが入ってるというとこで、僕はもう無類のプリント T シャツ、愛好家な。 だけなのでちょっとこれはでですすねね気になっっってて買しまったんです、ねまあ、このオレンジベースのですね、ハバナと書いてある T シャツなんですが、これコラボレーション。えっ、ー、と、ビューティアンドユースと雑誌トランジットというものがありまして、そこのコラボレーションなんですね。で、写真家の方がですね、撮った作品が、この真ん中に来てると、ニコ・ペレズさんという方ですかね。写真家の方が撮ったものがこちらにプリントしてあるんですが、まあ、ここに書いて 書いてある通りハバナですね、まあ、皆さんもご存知の通り、キューバの首都になるんですが、まあ色鮮やかな都市のイメージがあるんですね。原色ですごくポップでえ、その中にもこうレトロさ、クラシックさっていうものが街に溢れてるのが、ハバナの僕の中のイメージです。まだ行ったことはないんですが、すごく魅力的で、もういつかは必ず行きたいなと思っている都市なんですが、まさにハバナを象徴するような色使いかなと思っています。 ま、このオレンジがですね、僕の中ではすごくなんか差し色として夏らしくていいなと思ったのと、まあ、個人的にちょっと胸厚だなと感じているのは、まあ、トランジットという雑誌が大好きなんですね。もうどうですかね僕が独立した頃なので、結構前にはなるんですが、その頃結構ですね、まだ一人身だったので、バックパッカーでいろんな世界を回ったんですね。まあ、その時に参考にしたのが、まあ、まさしくですね、このトランジットという雑誌で、ま、世界の美しい景色だとか文化をですね、 旅というフィルターを通じて美しい写真でですね、表現しているのがこのトランジットという雑誌なんですね。もう雑誌自体のこう世界観がものすごくセンスが良くて見てるだけでなんか旅に出たくなるような気持ちをですね、書き立てられるような雑誌でいろんな国のバージョンをですね、コレクションしてた時期があってすごくですね、大好きな雑誌なんですね。最近はなかなかですね、家族がいるので一人旅みたいなものもできていないですし、まあ、最近はね、なかなか旅行自体はできていないんですが 久々にににででですすすねねねトトランジッののの世界観に触れてててこの T シャツをを着ななながらです、ね、いいいい旅に出たいなというのを改めて実感してるんです、ね、ちょっとマニアックなんですが、トランジットの雑誌のこう、フォント、トランジットって書いてあるんですが、その文字の雰囲気とこちらですね、ハバナって書いてあるところのフォントがですね、結構似た感じになっているのも個人的には嬉しいポイントなんですね。まあ、デザイン自体はすごくシンプルで、色鮮やかなプリント T シャツ。この真ん中のプリント自体もあまりく 大きすぎずにコンパクトにまとまっているところも含めて、すごくね、バランスがいいなと思いましたね。まあ夏場のプリント T シャツは何枚あっても僕はいいなと思ってるぐらいなので、これを今年の夏はですね、ガンガン着たをしたいなと思ってます。まあいろんな着方ができるかなと思ってまして、本当にこう黒のロング丈のパンツ、ややゆったりめのね、タックテーパードパンツなんかと合わせてみたりだとか、もう暑くて真夏のですね、着こなしとしてはもう短パンに合わせてですね、キャップ被ったりだとか、まあそういった様々な着こなしにも使えます。 まあ、いろんな使い方ができるかなと思うので、結構半袖 T シャツって僕はですね、春、夏、秋ぐらいまでは着ちゃうかなという感じですね。まあ、冬はなかなか厳しいですけども、10月の中旬ぐらいまでは結構使ったりするので、この T シャツもですね、今年もう散々使い倒したいなと思ってます。まだですね、このシリーズ在庫が ギリギリあるかなと思いますが、多分早い段階で売り切れてしまうと思います。まあ、ハバナもありますし、それ以外の都市もね、ナポリとかそのあたりもあったと思いますし、まあ、ぜひですね、皆さんの気に入ったプリント、どの写真もすごく綺麗なので、 え、比較をしながら検討していただきたいなと思います。個人的に一応しはやっぱりこのハーバーなのですね。なかなかこうオレンジレッド系のです、ね、プリントって僕は着ないんですが、この色味っていうのはなんか美しいグラデーションが楽しめるので、なかなか大人の男性でもおライしやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということで続いて2点目のアイテムなんですが、今回もですね、 サンダルを購入してしまいました。前回ですね、6月バージョンで動画をお届けした時にも、2足サンダルをご紹介したと思ってまして、ビルケンシュトックのサンダルですね。まず1つ目は、これはエディフィスの別注のチューリヒを買いまして、2つ目は、ウーフォスですね。まあ、今年、まあ、去年ぐらいからだいぶ話題になっていました。まあ、リカバディサンダルと呼ばれるもので、まあ、それのですね、アンドワンダーとのですね、コラボレーションモデル、これを買いまして、まあ、それとですね、もう1足欲しいのが で、たまたまですね、これは青山の H Beauty and u というね、僕が大好きなお店があるんですが、そこで発見してですね、試着をしたところ、めちゃくちゃ気に入って購入してしまったのがこちらですね。まあ、ちょっとですね、サンダルの中でもスポーティーな雰囲気が楽しめるですね。 ホカオねオネというブランドのホパラというモデルになりますね。これがね、あの前々から気になっていたんですが、実物を見て履いてみたら、まあなかなかバランスが良かったんですよね。まあこのホカオネオネのスニーカー自体、僕は2足目になるんですね。前にも履いていたんですが、これはこのホカオネオネのデザインを活かしながらも、所々ですね、こうくり抜いてあるような形でサンダルにしてあるんですね。まあかかとの部分見ていただいても、 この辺りが空間が活かされるような形で え、サンダルになってるんですね。結構履き心地としては良くて、ほぼスニーカーのような履き心地で、僕はですね、これだったら気軽に走れるぐらいの感じかなと思ってまして、なかなか使い勝手がいいんですね。で、これ素足で履いてもいいですし、白ソックスで履いて、所々白が覗くのも結構バランスが良かったりするので、様々な使い方ができるのもすごくいいかなと思います。他をねおねらしいですね、この厚底感ですね。まあ、ボリューミーで少しこう先が丸みがあると というですね、ダサこの辺りのデザインも含めて僕はね、かなり気に入っていまして、なんかサンダル今年いろいろ買いましたが、 これが個人的には一番ですね、活躍度合いが大きいのかなとは思っています。ただですね、綺麗めな着こなしというよりは、スポーティーな着こなしの方が相性がいいかなと思っているので、まあリネンシャツを腕まっくりしながら小綺麗に着るのであれば、やっぱりこういった他オネオネよりは、ビルケンシュトックのスウェードのサンダルとかの方がハマりがいいかなと思うんですね。一方で、ちょっとこうスポーティーな T シャツ短パンにキャップみたいなスタイルの時には、他オネオネの方がですね、僕はバランスよくまとまるかなと。 ののので着ここななしに応じててたりのサンダルは使いい分けたいなと思ってますすす、まあ、価格としてもででねね1万円台中頃ですか、ね、まあ決して安いというわけではないんですが、まあ、決してこう高すぎる形ではないので、まあ、ちょっとこう、夏らしさというのを足元から演出するのもすごくいいかなと思うので、このホパラ、めちゃくちゃおすすめです。ただ、まあ在庫がね、だいぶ少なくなってきているので、まあそのあたりはですね、リンクあったら貼っておきますが、ぜひお店でね、見かける機会があったらチェックしてみてください。まあニューバー フランスと同様になんか正統派の格好さというよりはダサかっこよさなんですよ履いてるうちにこうどん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 こう愛着が湧いてくるようなまあ、そんなところがあるスニーカーかなと思いますまあ、色的にねモノトーンなのでそこまで野暮ったすぎないですし適度なシャープさちょっと僕としてはモード感を感じるようなサンダルなのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですが 今度はですね、まあこれまた夏らしいアイテムですね。短パン購入しました。まあ短パンもね、いろんなものを買ってるんですが、今回購入してみたものはですね、こちら、パタゴニアですね。アウトドアブランドの中でも、まあ僕の中ではですね、こう古着が好きな方とか、おしゃれ中級者以上の方にですね、愛されることが多かったパタゴニア。最近また人気がね、 加速しているような感じがするんですが、そちらもですね、もう定番ですね、バギーズというシリーズのですね、ショートパンツなんですが、実はこのバギーズシリーズはバギーズショーツというものと、 バギーズロングという二つがあるんですね。その中で、まあ、一本欲しいなと思ってたんですが、僕が買ったのはバギーズロングの方なんですね。まあ、竹の長さがですね、両者で変わってくるわけなんですが、なんかロングというと、めちゃくちゃ長そうな感じがするじゃないですか。でもそんなことはなくて、バギーズショーズと比べると、だいたい4センチから5センチぐらい竹の長さがですね、こっちロングの方が長くなるんですね。ま、だいたいこれぐらいの感じでしょうか。 4cm というと、だいぶ長さの違いってあると思うんですよ。1センチぐらいでもう僕はですね、変わると、 やっぱり雰囲気変わってくるなと思うので、4センチとなると印象だいぶ違ってきます。で、ショーツの方はですね、結構パタゴニアのもの、かなりスポーティーに短くなっていまして、膝が見えて、ちょっと太ももの下の方が見えてしまうって感じが、バギーズショーツなんですよ。この感じが、まあスポーティーで外遊びをするときにはすごく便利だと思うし、なんかね、あのー、体育会系の感じがして、僕はそれはそれで好きなんですが、ちょっと、 見え方としては気恥ずかしいラインのギリギリなんですね。まあ似合う方は似合うんですがちょっとこうやんちゃ感が出やすいので僕は今までバギーズショーツに関しては試着をするんだけどなんかちょっとこう踏みとどまってたところがあるんですがまあそんな時にバギーズロングの方を履いてみたら丈の長さ4センチ長くなることでちゃんとですね大人っぽく見えるというか短すぎないバランスになったんですね。そこがね個人的に気に入りまして とは言っても、バギーズロングと言うと、なんか膝の位置よりも長そうな感じがするじゃないですか。これでも短いんですよ。膝の中央よりは4センチぐらい短いぐらいになってくるので、十分ですね、これでショーツの役割を果たしてると思うんですね。まあ単純にバギーズショーツが僕の中では短すぎる気がするというところで、まあこっちが大人の男性にはですね、より使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。先日ご紹介した無重視良品のショーツだとか、あとは ユニクロののののギアショーツととかそそりの丈感と正直そんななに変わらないので、まあ、よりベーシックなな長さがこちらかなと思っていますで結構いろいろ使いやすいところがあって、腰は完全にこう360度ゴムになっているので、着脱が楽なんですね。その分サイズ選びが結構重要で、僕はですね、ちょっとウエストがやや細めではあるので、こちら、えっと、サイズは XS を購入しました。そうしましたら、一応ここ、ドローコードが付いているんですが、僕ドローコードを 毎回ですね、こう締めたりするのが面倒であんまり好きじゃないんですね。なので、もうぴったりめに履きたいんですよ。XS を選ぶことで、ドローコードを締めなくてもちょうどジャストで履けるので、個人的にはね、このサイズ感も含めて非常に気に入っています。まあ素材もですね、速乾性に優れたものを使っていまして、一応こう水陸共用で使えるというところも売りで、内側にですね、メッシュが施されていまして、まあ水抜きができるようになっているんですが、それが個人的には ちょっと邪魔だったので、切っちゃいました。ここら辺についてたんですけど、見えますかねこれハサミで全部切っちゃったんですね。というのも、水着は水着で別に用意するので、これを両方で履こうという意図は僕の中ではないので、そうなると、パンツを履いて、しかもこのメッシュがあると結構ですね、暑いんですよね。なので、切ってしまって、もう本当に外着専用にしてしまっているんですが、非常にね、こう、質感としても、 なんかこうライトに履きやすいような感じですね。気を使わないでガンガン履けるような、そんな雰囲気になっているので、そのあたりも僕の中では評価が高いですね。このロゴがなかったら本当に普通の短パンなんですが、まあ、パタゴニアのね、このロゴがあることで、なんか気分がちょっと上がるんですよね。もちろん無印とかユニコの短パンもいいんですが、パタゴニアとかノースフェイスとか、ね、そういったロゴが入ることで、そのブランドの世界観を楽しめるというところもあるので、夏の定番的な一着として、 ようなバギーズロングというのはまあ、新定番になるのかなと思ってまして、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています。まカラー展開も結構豊富なんですが、その中でもやっぱり合わせやすいのはブラッドなんですね。まあ、今回ご紹介したこの。 T シャツと短パンと先ほどの他オネをねこの3つでですね、コーディネートが組めちゃうぐらいですね、まあ、使い勝手がいいようなアイテムなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、本格的な8月の暑さを迎える前にですね、チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、このジャンルもですね、僕の中では結構収集壁があるようなものになってまして、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにですね、その世界観を楽しんでいただきたいなと思ってるんですが、こちら、トートバッグを購入しました。本当にこう、トートバッグ僕大好きで、いろんな種類持ってます。まあ、レザー素材のものもあれば、こういったキャンバス地のものも多いんですけども、まあ中でも共通項がありまして、色に関しては、 ブラックだとかネイビーだとかダークグレーのような濃い色が圧倒的に多いんですね。このようなキャンパス地のトートというと定番で言うとキナリみたいな色。それがですね、皆さんもイメージされるかなと思うんですが、あんまり好きじゃないんですね。カジュアルに見えすぎてしまうので、色としては濃いものの方が僕はですね、使い勝手がいいかなと思ってまして、今回はブラックのものですね。そこにプリントが入ってるんですが、これは N ハリウッドというブランドで購入したもので、実はこれ2代目なんですね。前回のものもすごく気に入っていてよく使っていたんですが、残念ながら穴が開いてですね、先日捨ててしまったんですね。まあ、それの2代目として、まあ、新しいバージョンができたんですね。まあ、デザインはほとんど変わらないんですが、 生地がおそらく変更になっていまして、前回はね、ちょっと癖物で、割と生地が薄くて繊細だったんですよ。それはそれで美しかったんですが、どうしてもシワになりやすかったりだとか、耐久性の面で不安なところがあったんですが、今回結構自圧になりまして、張り感があるんですね。なので、持った状態でも、こう安定感もしっかりとありますし、張りのある状態が保てると。そして穴が開いたりする心配がもう間違いなくないので、こっちの方がタフに使いやすいかなと思ってまして、すごく気に入って っていますこれはもう秋冬の新作なので、まだ売ってると思うんですが、数あんまり多くはないと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあ、サイズ感がね、めちゃくちゃいいんですよ。トートバッグってこれぐらいのサイズのものが本当に見つからないんですよ。もっと大きいものが圧倒的に多くて、僕が気に入ってよく使っているのがこれ、サンローラのレザート,ートートバッグなんですが、これ全然サイズ違いますよね。 まあ正直、まあ大きいものは大きいものでバランス良くて好きなんですけども日常使いはあんまりできないので僕はこれ仕事で気合い入れたい時だけ使うようにしてるんですねその点日常的にはこれぐらいのサイズの方が使い勝手が良くてこれはですねちょっとおしゃれをして休日に出かけたい用のバッグとして使うようにしてるんですねそんなに荷物たくさん持たないのでこれぐらいあれば十分なんですねとは言ってもこの13インチのマックとかも十分に入るので僕はこのバッグの大きさすごく 気に入ってまして、ただあんまりにも見つからないので、僕は自分のブランドでですね、同じぐらいのバッグも作ってるんですね。まあ、せっかくなんで。 ご紹介させていただきますが、これはですね、僕の中ではワンマイルウェアに近いような形で、ワンマイルトートと名付けているんですが、サイズ的には同じぐらいですね。これがね、すごくサイズ的に使いやすいんですよ。これ、事務所に来るときに毎日使ってるので、僕にとっては一番馴染みがあるのが、自分ところのバッグなんですね。これぐらいのサイズ感のものがなかったので、なんとかして作りたいということで、これ、コラボレーションで作ったものなんですね。 まあ、素材的にはですね、スウェード調なんですが、本物のスウェードではないんですね。これがですね、非常に素材感が良くて、軽いし、 ラフに使いやすいというところで、ほぼスウェード見えするんですが、毛羽立ちがほとんどないので、割とスウェードより僕は使い勝手がいいなと思ってまして、これを日常的にガンガン使っています。ブラックとネイビーがあって、両方ともですね、このシルバーのボタンがかなり綺麗に効いていまして、まあ、シンプルに持ちたい場合はこれを持っているので、まあ、こんな具合で今はですね、3パターンのトートバッグを使っていまして、仕事の本気の時には、 あちらのサンローラのものとか、あとはもう一回りちっちゃいレザー系のアーというブランドのものを使っているんですが、こんな形で使っています。まあトートバッグはね、本当になんか日常的に使いやすいので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思ってるんですが、N ハリウッドのものもいいと思いますし、僕のね、オリジナルのものもよかったらチェックしていただければなと思っているので、どちらともね、概要欄にリンクを載せておきたいなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのシャツなんですね。まあ長袖シャツなんですが、これはですね、ポートバイアークというブランドのスタンドカラーシャツというアイテムですね。これちょっと立ってみましょうか。 これね、なかなか個人的には気に入っていまして、最近よく着ているものなんですね。まあこの夏にどうして長袖なのというところ、皆さんもですね、感じているかなと思うんですが、まあ僕にとってはこれ仕事着で着ることが多いんですね。まあ仕事でジャケットを着るっていうことが、まあ例年であれば多かったんですが、まあ今年結構夏暑いですし、まあちょっとね、最近はビジネスウェアもカジュアル化している中で、僕のような自由業の人間であれば、まあ半袖のシャツはさすが にカジュアルすぎるかなと思うんですが長袖のシャツぐらいであれば許されるかなということでまあ最近は仕事ではこういったものを着ていることが多いんですね長袖シャツを腕まくりするとまあ一定の小綺麗さと大人っぽさが出せるので個人的にこれを愛用しているんですがこれね素材感がすごく良くてまあ、100%コットンなんですが結構薄手でこれはですねドレスシャツに使われるような上品な雰囲気の美光沢があるような素材感をあえてカジュアルなシャツ に使っっててていいいいいいいるというととうころがななななかかか面白んんじゃないのかなと思まましてまた色合いもいいんですよねグレーベージュという名前なんですが、まあベージュなんだけども、ちょっとこうグレイッシュな雰囲気があって、このね、色味がすごく上品で、美光沢もあるところも含めて気に入ってるんですね。で、襟型は僕の大好物のスタンドカラーですね。まあここで襟元がスッキリするので、まあ重ね着にも一応使えるんですが、1枚で着てもトレンド感があっていいんじゃないのかなと思いますね。で なんですがちょっとこうサファリシャツのようなポケットの付け方このあたりもですねなんか1枚で着てもちゃんと様になるのでバランスがいいなと思いますし、まあ、サイズ感も今っぽい程よいゆったりさ加減というところが楽しめるのでなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますねこのアークネッツというですねまぁ、あ、ブランドと言いますかお店これ結構ですねすごくて僕もですね今から10年ぐらい前ですかね当時すごく欲しいレザー ザーのジャケットが。 在庫を調べたところもう全国各地でほとんどなくてギリギリですね、1点在庫が上がってたのがまさしくアークネッツというショップだったんですね。栃木の宇都宮中心に本当にですね、一つのエリアにアークネッツグループのセレクトショップがもう点在してるような、すごくですね、宇都宮ではですね、絶大な人気を誇るセレクトショップがアークネッツなんですけども、もうオンラインもですね、僕は毎日チェックしてるんですね。 国内外の様々な質の良いブランドがですね、このサイトの中には 結構詰まってるので、僕にとっては本当にね、面白いショップだなと思ってまして、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思ってるんですね。ちなみにこれ案件とかなんでもなくて、僕がただ単純に好きで使ってるだけなんですが、最近はオリジナルの服も展開してまして、これがね、結構良くて、僕はちょこちょこチェックしてたんですが、今回買うのが初めて。このスタンドカラーシャツはですね、すごく仕上がりが良くて、夏にちょっとこう、小綺麗な着こなしをしたい時には、腕をまくりながら T シャツの上に羽織るというスタイルが、 バランスがいいので黒パンと合わせたりだとかあとは白系のパンツとも相性がいいので様々な着こなしで使っていますまあ、決してこう有名なブランドとか知名度が高いというブランドではないかなと思うんですがアークネッツのオリジナルブランドなかなか質がいいなと思うのでこれからもチェックをしてみたいなというふうに思っています はい、ということで、今回の動画では、僕がですね、7月に買って気に入っている5点ですね、皆さんにご紹介させていただきました。割と買いやすいようなパタゴニアのショートパンツから、ちょっと通好みのですね、このようなシャツですね、ここまでご紹介させていただきましたが、ぜひ皆さんもですね、まあ、普段ユニクロとか GU グローバルワークあたりをですね、動画で取り扱ってるんですが、それ以外のですね、通なブランドとか、なかなか普段皆さん見ないものもですね、今回の動画を参考しながらチェックしてください。 みみたた場合にによっててててはでですすね買いいいいい足しししるののももいいかなとと思思うので参考にしていただければとても嬉しく思います、まあ、このような形でこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をですね、お伝えしてるんですが、まあ、今回ご紹介したような僕が買ったものだとか、ちょっと中級者向けのアイテムの紹介はですね、普段 YouTube のメンバーシップチャンネルというものを別で持っていまして、そちらで解説することが多いんですね。そちらのチャンネルでは2週間に一応ですね、ライブ配信なんかもやってまして、皆さんからのご質問に直でお答えしてますので、気になる方は概要欄からチェックをして いただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに